どうも。今回の動画は僕のお気に入りの焼肉のタレを紹介いたします。これは戸村本店の焼肉のタレというやつなんですが、宮崎県で作られている焼肉のタレですね。僕は東京に住んでるんですけれども、東京のライフというスーパーで購入しました。では早速この焼肉のタレを使って料理を作っていこうと思います。ではいきます。鍋にオリーブオイルを垂らします。次はニンニクを入れます。香りがついた頃にお肉を入れます。赤唐辛子も入れちゃいます。クレイジーソルトで少し下味をつけます。火がしっかり通ったと思ったら、いよいよこの焼肉のタレの出番です。お肉にかけていきます。これで完成です。肉を焼いているのと同時進行でメスティンでご飯も炊いていました。このご飯の上にですね、先ほどのお肉を乗っけていこうと思います。では乗っけていきます。こちらが今晩の僕の夕食です。皆さんもスーパーで戸村本店の焼肉のタレを見つけたら、こんな風にして焼肉丼を作ってみるのもいいかと思います。大変美味しい焼肉のタレですよ。今回の動画は以上です。それではまた。